レームからボディの叩き出し外板に至るまで徹底的にアルミ素材にこだわって組み立てられるユニークなオランダ製スポーツカーがスパイカー C8 である。現在のオランダには乗用車メーカーは存在しないが、自動車が発明された直後の1890年代終わりにはスパイカーというメーカーが乗用車を作っていた。スパイカーは世界初の 4WD 乗用車を生産したことで名を知られるが、その活動は1925年で一度幕を閉じる。1997年オランダで設立された新スパイカー社は少量生産のスポーツカーメーカーで、2000年10月に C8 スパイダー、2001年2月にはクローズドクーペの C8 ラビオレットを発表。その後は公道走行も可能な GT レース用ベース車両 C8W12 を送り出した。スパイダーとラビオレットはアウディ S8 用の 4.2 リットル V 型8気筒エンジンをミッドシップに搭載する。エンジンは400馬力仕様と450馬力仕様があり、ギアボックスはシーケンシャル6速トランスミッションが組み合わせられる。450馬力仕様のラビオレットは最高時速306キロ、時速100キロまでの到達時間は 4.2 秒という高性能を誇る。コンパクトなボディに V 型8気筒エンジンを背負ったため、キャビンが前進したプロポーションを持ち、ルーフ上にはエンジン吸気用のインテークがある。ボディ後端部には上方へ跳ね上がったディフューザー状の整流板が取り付けられていて、非常に先導的だが、リベットで組み立てられた基本フレームやインテリアは逆にレトロ風味の味付けとなっている。スパイカーはこのラビオレットをベースに4リットルエンジンを搭載したレース車両 C8W12 を開発。2002年以降、ルマンや GT カーレースで活発な活動を見せている。